こんにちは。今回ご紹介します商品はこちら、コーラックスというメーカーのスマートフォンと連動する体重計です。なんとアマゾンで1999円で購入しました。はい、ではね、中を開けてみたいと思います。これ箱が大きいんですけど、大丈夫かな。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じですね。お、結構なんか高級っぽい感じですよ。はい。ここに何か入ってる。あ、乾電池が、はい、ついてますね。よいしょ。乾電池を出します。なんかテープでガチガチに貼り付いていました。はい、乾電池。そして、はい、これが本体。なんかね、かっこいいね、高級感のある、かっこいい、光沢の、本体ですね。そして、こちらが、取扱説明書。結構ね、いっぱい書いてます。でも日本語はこの後のページにね、書いてます。ここで、設定を、することができます。そしてこちらも説明書。これはアプリか。この体重計で使用するアプリの説明書。あ、日本語でも書いてますね。はい。あ、日本語でも書いてますね。これを見て、アプリもね、設定してみたいと思います。そして、付属の乾電池。単4乾電池、3個ついています。この乾電池をちょっと入れてみましょうか。はい、乾電池をセットしました。これ単4の乾電池、3つです。で、これ蓋を閉めましょうか。よいしょ。で、これはね、体重計、電源ボタンはどこにもありません。体重計に乗ったら電気が、つく、電源が入るという感じね。そして、もちろん Bluetooth 対応でございます。はい、これ実際にね、ちょっとアプリをね、セットして、使ってみたいと思います。はい、対応するアプリはこちら、ヘルスユープラスというアプリですが、ちょっとこれ評価低いんですけど、まあ、このアプリしか対応してないんで、はい、これインストールします。はい、インストールが終わりました。これ開く、確認しましょうかね。はい、このデバイスの位置情報ですか。まあいいかな。アプリの使用中の見かけにしましょうか。はい、こんな感じのアプリで、これ英語版になってますけど、大丈夫かな。はい。で、参加って書いてますけど、はい、これでね、ユーザーを設定。私、男性。で、身長が175ぐらいですかね。年齢が、59です。目標体重ですか？75かな。まあ、厳しいけれど、75にしときましょう。で、保存。ユーザー名、あ、ユーザー名ですか。何章かな。いつも使っている。名前にしましょう。はい。いいかな、これで。はい。で、これで保存しまし、えー、お、K、R、R 入らないんだ。なんでなんだ。これにしようかな、簡単に。はい、保存します。体組成計の種類を選択してくださいとありますけど、これは、Bluetooth でいいのかな？ Bluetooth、次へ。で、新しい機器を、ペアリングってありますね。これは、今、これ電源が入ってないっていうか、入ってないんですよね。これ、ペアリング、どうやるんだろうか。これまた後で確認しようかな。後で、ちょっとペアリングやってみたいと思います。これスキップします。で、こんにちはって書いてます。測定するにはメジャーをタップしてください。タッチしてくださいってあるんですね。
あ、これ、スマートフォンを使い、スマートフォンのアプリを起動してから、測定するということになるんですね。はい、わかりました。ちょっとペアリングをして、一回、測定してみたいと思います。はい、ではこれね、一旦、これ、ペアリングするために一回測定してみますね。これ乗ると、いいのかな？あ、ほんと、乗ったら、体重が測定できました。うわ、92.3キロある。で、これでペアリングするんですね。ペアリングするための設定を開いてみましょうか。これでペアリングできたのかな？あれ、ペアリングできていないよ。これペアリングできてないんだけど、これペアリングどうなるんだろう。はい、今乗ってます。体重測ってます。で、これで新しい機器とペアリングする。今タップしてるんですけれど、これでペアリング、今使用可能なデバイスを探しているという感じなんですけれど、あ、今電源切れたんで、これまた乗らないといけないのかな。ペアリングって難しいですね。おい、これ近づけるのかな？ペアリング。ペアリングしてちょうだい。ペアリングできてないのかな？ちょっとアプリをちょっと起動しようか。これですね。これ今体重乗ってるんですけれど、これ、Bluetooth でペアリング。これで、まあ、ペアリングになってるんで、もう一回乗ってみますね。はい、これでいけ。ペアリング、これ近づけた方がいいのかな。あ、はい、今、体重が分かりました。確認 OK。はい、これでペアリングできました。はい、ここでね、体重が今91.2キロ。わお、ちょっとね、体重減らさないと大変ですね。はい、OK です。ペアリングできました。はい、改めて、アプリを見たいと思います。なんとね、体重が90キロを超えていました。もうこれちょっとね、大幅に、ダイエット、運動しないといけませんね。体重見てみましょうか。やや高いっていうとこですよね。で、BMI。これは太り気味、肥満のちょうど中間点にありますね。そして、脂肪率も太り気味。やばいやばい。筋肉量は、これ標準と優の間にありますね。あ、これはいいんだ。で、体水分量、やや低いということ。水分量が低いんですね、体内の。内臓脂肪は、危険、危険。あ、ちょっと気をつけないといけないの、本当。危険の数値なってますよ。骨量は、標準ですね。基礎代謝がやや低いということですね。うん、タンパク質も、低いという状況ですね。肥満レベルがちょうど太りすぎと肥満レベルの1の境界ですんで、ちょっとこれ気をつけましょう。運動しないといけませんね。皮下脂肪率も、標準をちょっと超えてる。やや高いになってますね。これいいな。女子脂肪体重。これ、なんだ、女子脂肪体重って書いてるけれどね。ボディタイプ。肥満筋肉タイプになってる。肥満筋肉タイプ。これ、標準タイプかマッスルタイプに、切り替えたいですね。また標準的な筋肉タイプに、切り替えたいですね。標準体重、66.6キロ。うわぁ、15キロぐらい、痩せないといけないってことですね。はい、という風にして、これ、いいですね。ああ、いいです、いいです、これ。はい、ちょっとこれ見ながらね、ちょっと、運動頑張ってやっていきたいと思います。はい、今回はね、コーラックスというメーカーの、スマートフォンと、連動する、体重計を Amazon で1999円で購入しました。結構ね、安かったんですけど、見た目ね、かっこいいね、体重計なんで、今度はね、毎日、
お風呂上がりとかね、体重乗ってね、減量というかダイエットというか運動をね、やって、標準の体、マッスルタイプにね、体をね、鍛えたいと思います。はい、ということで、今回この件で失礼します。90.2キログラムか。